はい、こんにちは。英語ブロックのリゾートアツシです。今回の動画ではダントツ英文法について説明していきたいと思います。よろしくお願いします。まず英語ブロックのホームページについて少しだけ説明させてください。主なコンテンツが英単語と、あとダントツ英文法、それと仕上げレッスンになります。で、今回の動画ではこのダントツ英文法ですね、すべて合わせると100講座あるんですけども、こちらについて説明していきたいと思います。おすすめがクロスワードになります。こちらについては他の動画でも説明しているので、ぜひそちらの方をご覧ください。英語ブロックというふうに検索してもらうとホームページが2つあります。英語ブロック .net っていうのが主に英文法と動画中心で、英語ブロック .com の方が主に英単語とテキストが中心になっています。どちらからでも行ったり来たりはできるので大丈夫です。今回は英語ブロック .com の方ですね、こちらのトップページから進めていきたいと思います。はい、今見てもらっているのが英語ブロック .com の方のトップページになります。はい、ではダントツ英文法のレッスン10ですね、 What を使った疑問文について説明していきたいと思います。まずトップページの、こちらのダントツ英文法というところか、下の方にスクロールしてもらって、このダントツ英文法を学ぶですね、こちらをどちらかをクリックします。はい、そうすると次のページですね、ラインナップが出てくるんですけども、レッスン10のこの What is, What do you っていうふうに書いてあるここをクリックします。はい、今回使うプリントの画像がこちらになります。で、印刷したいときにはこの上の PDF ファイルですね、こちらをクリックしてもらって、はい、こちらのこういう画面が出るんですけども、下の方にプリンターのマークですね、ここにあるんですけど、こちらとか、あと画面上で右クリックをすると印刷っていうのが出てくると思うので、そちらから印刷して使ってみてください。はい、あとは、まとめてではなくて少しずつ勉強したいっていう時には、このスライドショーっていうのがあります。こちらはこのようなページになっていて、この赤い矢印ですね、こちら側、右側の方をクリックしていくと、どんどん次に説明がこういきますので、ぜひこちらも使ってみてください。はい、あとは最終的に確認テストとして英作文ですね、こちらをできるようにしてほしいので、そちらのプリントも用意しています。 PDF ファイルもあるので、ぜひ必要に応じて印刷して使ってみてください。はい、では今回はこのプリントの画像を加工しているものを用意しているので、そちらを使って説明していきたいと思います。はい、こちらですね。では行きましょう。はい、まず一つ目というかこの説明なんですけども、今回勉強するのは What is 何々っていう形、ホニャララは何ですかっていう形ですね。まず、What is の短縮形は What っていうのがあります。ここを What っていうふうにしても同じ意味ですね。で、最初に使うときはこの W はもちろん大文字になりますので、What is 何々または What's 何々っていう文字ですね。はい。で、ちょっと最初全部一気に行くと難しいので、少しずつ行きたいと思います。まずではこの What is の話をしていきます。What の後ろには疑問文の形を使います。これは後で例文出てくるので、そちらで説明します。あとは、イエスまたはノーでは答えられないので、文末を下げ調子で読む。下げ調子っていうのは最後をこう、少し下げて読むってことですね。疑問文っていうと、相手に質問してる文はこう後ろをよく上げてみますよね。例えば、Do you play soccer? っていうふうに上げて読みますけど、What で始まる文っていうのは、何ですかって聞いてるので、イエス、ノーでは答えられません。で、このような時には、後ろを下げ調子ですね。上げずに下げて読みますということになります。では実際の例文で見ていきましょうね。はい、まず括弧1番に書いてあるのがこれですね。こちらの文は
What is this? What is this? または What's this? What's this? ですね、どちらで読んでも同じ意味になります。これは何ですか。よく聞いたことあると思うんです。 What's this? なんていうふうにこうよく使うので、これは何ですか。で、こういうふうに答え、聞かれたら答えるときに、何ですっていうふうに答えてあげるので、例えば It is a pen. It is a pen. または It's a pen. It's a pen. のように答えると。まずこれ一つ目ですね。はい、あ、ぜひ読んだとき後ろ、後に続けて読んでみてくださいね。じゃもう一度読みましょう。 What is this? What is this? What's this? What's this? It is a pen. It is a pen. It's a pen. It's a pen. はい、ではカッコ2の方に行きたいと思います。はい、今度は this ではなくて that ですね。 What's that? What's that? もちろん What is that? でもいいですね。あれは何ですか?という意味になります。で、答えるときには It is a desk. It is a desk. それは机です。のように答えると。で、この1と2ですね、まとめて、説明しておきたいことがあって、疑問文の主語 this、括弧2番は疑問文の主語 that ですね。これがどちらも it に変わっていますよね。これがポイントですね。もう一度いきますね。括弧1番が What is this?What's this? っていうふうに this って聞いて答えるときに it を使って答えると。で、次、括弧2番の方が What's that? っていうふうに that を使って。はい、ここまで動画を見ていただきましてありがとうございます。一応前半動画はここまでとなっています。で、後半の動画ですね、この続きの動画を見たいときには、メルマガ会員の方に登録していただくことになります。例えば、このトップページですと、この上からずっと見てもらって、ここですね、ここにメルマガ会員への登録のフォームがあります。お名前と、あと、E メールアドレスですね。名前は名字だけでも結構ですので、ぜひここを入力していただいて、で、こちらの確定というところを押していただくと、簡単に登録ができます。で、もし、もういらないという時には、配信停止もすぐできるようになっていますので、ぜひ登録していただければと思います。で、登録するとメールが届きます。で、そこに会員の、パスワードですね、の方がありますので、こちらのメルマガ会員ページっていうところから、進んでもらって、でそのパスワードを入力してもらうと、後半の動画も含めたフル動画ですね、全部の動画が見れるようになっていますので、ぜひメルマガ会員に登録してみてください。はい、では後半の動画ですね、続きの方でまたお会いしたいと思います。よろしくお願いします。